季節が変わる風を感じたら、さらっと一枚マウンテンパーカーを羽織る。アウトドアでもタウンでも、どんな景色にもインディゴブルーは溶け込むように寄り添う。袖口のセルビッチにジップのドローコードまで、細部まで散りばめられたデニム愛。汚れてくれた方が嬉しい。自宅で気軽にガンガン洗えて、自分だけの一点物に育っていく。日々日々オリジナリティを増す。もはや着ているのではなく育んでいる。そんな楽しさを知ってしまった。ワンエンドオンリー、自分で育てるデニムマウンテンパーカー、唯一無二を羽織る。はい、ということでね、見ていただきました。これがね、今僕着てるのが L サイズで着用しているわけなんですけども、こちらに、各サイズ全部揃えておりますが、 SML、XL、そして XXL まであります。で、5展開でやってるんですけども、まあ、僕はこれ L サイズでジャストかなって感じです。まあ、基本的にはね、ラオジャケットをベースにね、あのサイズ展開を作っていきたいなと思ったんで、それが分かりやすいじゃないですか。普段持ってるラオがこれから、ラオこれやねとかっていうことで、分かりやすいかなっていうことで、これは L サイズです。で、こだわりをお話しするっていうことなんですけど、まず一つ目がデニムのマウンテンパーカーって皆さん聞いたことあります？デニム風はありますよ。いやけど、本物のデニムで作ったマウンテンパーカーってあまりなかなかなかったりとか、まあ、Gシャンとかはあるんやけど、Gシャンって結局こういう感じで裏生地がないから、裏生地ないといつ着ていいかわからへん。春と秋に着るんやけど、夏は暑いし冬は寒いしってなってくるんで、普通のデニムパーカーではないこう防風のね、使用をしております。だから裏生地に防風の生地を貼り付けてるんですよ。で、それをすることによってしっかり風を通さないという加工がされております。で、これはもともとね、そういう風な生地を使ったわけじゃなくて、このためだけに開発したんですよ。ここにね、それの余り生地があるんですけども、裏の素材にはこういうナイロンが使われておりまして、表の生地にはしっかりこうデニムが使われております。だからこういう防風のね、タイプのマウンテンパーカーっていうのがやっぱ少ないっていうところが、よし作ろうと、絶対作ろうということでね、作らせていただきました。まあ、そして細かく見ていただいたら分かるんですけど、こういう金具とかってあるじゃないですか。これはもう全部アンティークゴールドで揃えてます。ジップとかもそうやけども、金具関係に関してはもうアンティークゴールドで統一。っていうのもブルーと茶色って相性が絶対いいので、こういう風に例えば経年変化した時でもぴったりハマってくるなと思いまして、ゴールドで統一しました。でね、次のこだわりはね、これ見ていただいて分かるかもしれないですけど、経年変化がすごい出てるでしょ。これたった半年ですよ。たった半年着るだけでこんだけ経年変化こっから出るんですよ。すごい出てるなってなるんですけど、このボコボコした風合いって昔のクラシックな生地のデニムじゃないとできないんですよ。だからこそこの表の生地っていうのはですね、昔の旧式のね、織り機を使ってるんですよ。で、今旧式の織り機ってなかなか生地代が高くて使わないんですよね。もうやっぱ安い織り機でガーッて作っていって大量生産もできるんですけど、これに関してはね、昔の機械やからゆっくりゆっくり折っていくんですよね。で、パッて見てもらったら、そんなゆっくりじゃないんだけど結構早いなんて思うかもしれないんですけど、これはね、もっと早いんですよ。今はもうワシンガみたいにダダダダダダってこう生地ができていくんやけど、これに関してはガシャン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 って言いながらね、作っていってるのを見てもらったら分かると思うんですけど、あの車のトヨタが車を作る前にもともとこの織機っていうその生地を作る機械を作ってたんですよ。で、これを応用して車産業が出来上がったという、もうほんまに大昔の話なんですけど、まあ、もちろん廃盤になってる機械ですけどね、それを使ってこの生地を使ってます。だから旧式のヴィンテージのような風合いが出てくるんですよ。で、経年変化がよりボコボコしてくるので、その人の腕とかその人の曲げ方によってどんどん経年変化の違いが一着ずつ違うっていうところが、このデニムのマウンテンパーカーの最大の魅力なんですよ。だからね、これパッて見てもらったら、僕の場合とかで言うと比較的この手首のとこギュッて締めちゃうので、このね、ギュッて締められた跡が残ってますよね。で、まあ、これは人によるから、あんまり締めない人はここまで残らへんやろうし、でもっと腕曲げるよっていう人はもっともっと腕のとこにこう蜂の巣みたいなヒゲとかが出てくると思うんですけど、そういった生地にとりあえずこだわって、なおかつ見た目はクラシックやけど性能はハイスペックであるという、まあ、いかにも僕が好きなねところでこだわりました。で、まあ、見ていただいたら分かるんですけど、このベルクロのところにはこの白い紐がついてるんですけど、これ何っていうと、でデニムの生地ってね、この両端に耳がついてるんですよ。これ実は耳なんで、この耳を使ってよくジーパンとかやったら、あの横側にねひっくり返したりしたら赤耳ついてるとかって言ったりするけども、それはね、この一番端っこの部分を使ってるんですよ。で、今回それをどこに
に使ったのというと2箇所、まずベルクロのところに1箇所これワンポイント入れてる、両方サイドですね入れてるっていうところと、あとは前を開けた状態の時にはこの裏側についてる、ここですよね、縦のところについてるっていうのが、このセルビッチ使うのもねどこにでも使えるわけちゃうんですよ。でどこにも使えるやんと思うかもしれないですけど、この直線の裁断のところじゃないと使えないんですよね。だからちょっとこう曲がってるところとか曲線になってるところは使えないんですよ。で最も一番かっこいいなと思ったのがこの2点に僕つけるのがかっこいいと思って、まあ、つけさせていただきました。だからもう自分のエゴとかを掘り込みまくってます、自分のやりたいことを掘り込みまくったのがこのジャケットになってるんですけど、そうすることによってこれがファースト第一サンプルなんですけど、これがですね2021年の秋頃に出来上がっていた、ちょうど今2020年の秋なんで1年ぐらい前に出来上がったサンプルなんですけど、これはですねサンプル代だけで22万円しました、それぐらいですねこだわりすぎて請求書来た時びっくりしたんですけども、まあ、そういったことがあったと。ただしでもデメリットもあります。でどういうデメリットがあるかというと、やっぱこだわればこだわる分だけね、すごい五角形とかで言ったら一箇所は突出してくるんやけど、もうとこ他のところはやっぱりちっちゃいってあるんですよ。でそれが何なんかというと着心地ね、はっきり言ってこれに着心地を求められたらもう全くないです。着心地なんてもう、ま、思いっきり無視してますので、着心地がやっぱり良くしようと思ったら薄い生地を使った方がね絶対着心地ええんやけど、17オンスもあるね G パンよりもごつい生地使ったら着心地悪いんですよ。だからこう快適な着心地とかっていうところとは全く真反対にいてるような、ね、ジャケットなんで、そこに関してはちょっとデメリットじゃないかなと思いますし、他にもデメリットとしてはデニムなんでね縮みがあるんですよ。でその縮みってどんな縮みっていうと、ジーパンとかも洗ったら最初縮んだりするじゃないですか。あんな感じでね一番最初1回目の洗濯だけ縮むんですよ。だから2回目からは縮まへんねんけども、2回目3回目4回目は縮まへんねんけど、1回目だけちょっと縮んでくるんですよ。でそれを考慮してね、あえて一番最初はこうゆったりめに作っております。ちょっと大きめに作ってるって。だから前閉めたら分かりますかね、結構ねこんな感じでガボガボなんですよ。だから結構余裕はあるんですけど、ちょうど洗うと2センチずつぐらいキュッて縮むの、プラスアルファあと柔らかくもなります。洗っていくとどんな感じになるんかっていうと、こういう感じでね柔らかい感じのデニムになってきますので、確かにヴィンテージのデニムとかって柔らかいじゃないですか。そういう感じでね、別に生地の分厚さは変わらへんけど、ノリがなくなってきたりとか、どんどんこういい意味でやれ感が出てきたりするんで、着心地はね多少アップしてくると思いますが、まあ、そういったところがデメリットなんで、着心地とあとは縮みが最初はあるというところがデメリットかなと思います。で対しておすすめの人はどんな人っていうと、もうとにかく服好き、もう服が好きでたまらんっていう人は今もうすごい興味あると思うけど、服が好きでも何でもなかったら何にも興味ない、全然面白くない、食器の話のくだりには全然面白くないけども、まあ、服が好きやったらね楽しいんじゃないかなと思います。これも食器もねデニムもちゃんとロープ染色っていう染色で、僕も見に行ってきましたけども、日本の岡山でね作られてるこうロープ染色でしっかり染色がされて、食器って言って生地作られる染色の部分もちゃんと岡山で作られてるし、縫製も岡山し、でも全部岡山の小島っていうところだけで完結してるんですけど、そういうまあデニムマニアみたいな人からしたらもうよだれもんですよね。でデニムマニアでも何でもない人からしたらわけわからんですよね。でねこの色味ってね、僕個人的にはねこの色味かっこええなとかって思うんやけども、まあそれもね一期一会みたいな感じやから、洗濯とかどんどんしていくとどんどん色味って変わってくるし、その人によっての風合いとかその人によっての表情とかっていうのが出てくるから元に戻ることはないんやけども、まあそれはそれで一つの物語というかね、その人ならではのストーリーが出てくると思うんで、まあその辺もね楽しみながらどんどん自分の形にね変えていってもらえたら、変えていくというか自分の形にしていってもらえたら嬉しいかなということで、今回デニムのマウンテンパーカーを作らせていただきました。まあこれは僕だけじゃなくてね、いろんな工場さんとかも関わってくれてるから、いろんな人の思いがあってできたことになってますので、まあその辺の詳細とかもし見たい方がいらっしゃればね、下に縫製工場は縫製工場、機械作るロープ染色してるとかロープ染色って別で動画作ってますので、それもいろいろ見ていただいた上で、あこういうストーリーになってんねんなっていう知るだけでもねまずは大事かなと思いますので、そんな知っていただければなということで、本日はですねマウンテンパーカーのデニムを紹介してみたという、デニムマウンテンパーカーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。